お猿さんの王者、ウォーリーの強さまとめ。単行本が133巻を超え、現在ではマシバが世界を狙うなど、主人公以外が目まぐるしい活躍をしています。そんな中、ファンの中で最も注目を集めている試合がありますが、何かわかりますか？それはまさしく、リカルド VS ウォーリー戦の一択だな。そうです。仙道との対戦が期待されていましたが、その前に、リカルド・マルチネス VS ウォーリー戦が発表されました。伝説の男リカルドと、変幻自在の天才ボクサーの試合が明らかになり、ファンの間で注目が集まっています。神話とも呼ばれる、リカルドの強さは前回の動画で紹介してますので、そちらをご覧になり、今日の動画を見ていただければ幸いです。今回は変幻自在のボクサー、ウォーリーの強さに焦点を当て、強さを一つずつ見ていき、ファンの方と共有できればと思い、動画を作成しました。あのお猿さんの強さは脅威だからな。では早速本題に入りましょう。変幻自在の天才ボクサー？ウォーリーの強さはこれだー。ウォーリーの強さ1、猿の身体能力。ウォーリーは、わずか3戦という少ないキャリアでインドネシアのナショナルチャンピオンにまで上り詰めた。ボクシングのキャリアは少ないものの、身体能力が全て補っており、人間でありながら、島に住む猿たちを率いて森を動き回るなど、人間を超越した運動神経の持ち主。猿が移動手段として用いる、ブランチエーションを巧みに操り、猿よりも速い速度で移動できるという、人間離れした握力と腕力の持ち主だということがわかる。島の猿たちを守りたいという気持ちからボクシングを始めるなど、ボクシングに対する気持ちも本物で、3勝0敗という数字だけでは計り知れない強さを持っていた。ウォーリーの強さに、名伯楽、ミゲル・ゼイル。天才ボクサー、ウォーリーのトレーナーを務めるのは、名伯楽、ミゲル・ゼイルだった。ミゲル・ゼイルは過去に、カモカワを苦しめたラルフ・アンダーソンと、高村を追い詰めたブライアン・ホークのセコンドを務めた男。天才トレーナーと呼ばれる男が、テレビ番組を見ていた時、猿と暮らす少年を見て、ニューヨークを飛び出しスカウトへ向かった。言葉ではなく、身体能力だけでコミュニケーションを取り、猿の先頭を走るウォーリーを見て戦慄し、ボクシングを教えた。高村 VS ホーク戦でも、的確な指示をホークへ与え、追い詰めたミゲル、ウォーリーに基礎からボクシングを教え、そしてボクシングの素晴らしさを伝えた。弱い17歳という若さで天才と呼ばれる男と、ミゲル・ゼイルとのタッグというだけで、最強という意味がわかるはずですよね。ウォーリーの強さ3、ボルグとのスパーリング。練習相手がいないため、島を出る2人、スパーリング相手を求め、ニューヨークへ向かうが、見合った階級の選手は、WBA ジュニアライト級1位のボルグだけだった。ボルグはこの後、世界戦を行い、見事に世界王者になるほどの実力の持ち主で、このスパーリングの時は、減量もなくベストコンディションだった。ダンチチとボルグに隙はなく、キャリア不足のウォーリーの攻撃を、いとも簡単に防ぎ切る、身体能力のみで攻め込むウォーリーに対し、狼の牙が襲いかかる。スパー中に喋るウォーリーへの警告のため、コーナーへ追い詰め、追撃を放つボルグの前から、ウォーリーの姿は消えた。視界から消えたウォーリーの放つパンチに、ギリギリでカウンターを合わせるも、ウォーリーの強さを見切り、これ以上は戦うことができない、本気になってしまうといい、スパーリングは中断になった。3団体で1位になり、そしてマイク・エリオットを下し、世界王者になった、ボルグをもってしてなお、彼は素晴らしい、世界に名を馳せる選手になると言わせるほどに、ウォーリーの実力は、凄まじいということを物語る回になった。ウォーリーの強さ4、自由奔放なファイトスタイル。第一歩戦が始まり、オーソドックスなスタイルで挑むウォーリー。インファイターとして完成しつつある一歩に攻撃は当たらず、小指をかすられてしまい、ダウンを取られてしまう。追撃に向かう一歩に対し、フリーダムという指示がミゲルから飛んだ。そこから、ファイトスタイルは一変し、ノーガードのまま、自由奔放にリングを駆け回った。一歩の攻撃は空を切り、一発も当てることができないのに対し、ホークさながらの、上体反らしにて攻撃を避け、そこから攻撃に転ずる。ウォーリーの凄さはそれだけに収まらず、フリッカーやスマッシュを巧みに操り、一歩追い詰めていく。なんとかコーナーへ追い込もうと、プレッシャーをかけ続ける一歩、時間をかけ追い詰めたと思った瞬間、ウォーリーのロープさばきにて見失い、そこから捕まえることができない。ジャンプをしてパンチを打つ。スライディングで避けながら攻撃に転じる、立体的な攻撃の前になすすべない一歩、マルコムゲドーですら恐怖を感じた、強打に臆する様子もなく、
ただ、ボクシングを楽しむこの男の強さはこれだけに収まらなかった。ウォーリーの強さ5、コーナーこそが活路。リングを森のように駆け回るウォーリーに翻弄され、捕まえることができない一歩だったが、むやみに振り回したパンチでスリップしてしまい、その反動でウォーリーをコーナーに追い詰めることに成功する。千載一遇のチャンス、一気に勝負をかける一歩、左右のフックにてコーナーから逃さまいと攻撃を仕掛けていくが、コーナー横のロープで反動をつけ、拳より先に動き、一歩へカウンターを合わせた。ボクシングでは、コーナーへ追い詰めると、絶対優位と言われるほどのチャンスだったにもかかわらず、ウォーリーにはそれすらも活路になり得た。カウンターをもらった一歩は意識を飛ばされ、再度コーナーへ追い詰めるも、同様の動きで突破されてしまう。鴨川会長が汗を吹き出し、手がつけられん、と、戦慄し、顔を引きつるその表情が、ウォーリーの強さを物語っていた。観客席で見ていた高村でさえも、攻略する策は思いつかず、その時点で一歩より、各上だと誰もが認め、何より一歩自身がそれを感じ取っていたのだった。ウォーリーの強さ6、凶暴な野生。この状態のままで勝利するのは確実だと思い、勇敢な戦士に育てたかったミゲルは、ウォーリーに対し、倒すモードへ移行するように促した。風神を相手に、インファイトで圧倒し、誰しもが天才だと認める戦いぶりを見せるウォーリー。一歩のパンチはボディに軽く当てるようなものしか出せず、ただただ自利品状態になっていく。見ているファンも、ここからどうやって勝つんだ?と思わせるほど一方的な戦いが繰り広げられた。だが、一歩のペタペタパンチにてウォーリーの翼は折られ、自由に動けなくなったところに、テンプシーロールを活用した一歩の攻撃の前に敗北してしまった。一歩相手に敗北したことを思えば、そこまで強くないと思われる方も多いが、主人公補正がありながらも、ファンを困惑させるような勝ち方しか選べなかったことを考えれば、やはりウォーリーは天才で、作中でも最強の一人と呼べるのではないでしょうか。ウォーリーの強さ7、鴨川の言動。試合が終わり、鴨川に会いに行くミゲル、再戦の要求は飲めない、間違いなく二度と勝てないから、と、あの強気の鴨川でさえ、ウォーリーの強さを認め、敗北宣言をする。勝敗を分けたのはキャリアの差で、3戦しかこなしていなかったウォーリーだからこそ、わずかながらの勝機があったが、試合中にそこを学習されたため、一歩の実力では勝つことはできないとまで言わせてしまう。敗戦後も心は折れておらず、ボクシングを楽しむ様子のウォーリー、たった一つ足りなかった経験を補うために、ミゲルとニューヨークに残る決断をするのだった。伊達からのバトンタッチを受け、ゆくゆくは、リカルドを倒すべく、復帰をするであろう一歩、引退してからも成長し、そして強くなっていく。その一歩ですら、二度と勝てないと言わせるウォーリーは、リカルドに唯一勝てる選手ではないだろうか。ウォーリーの強さ8、弱点の克服。アルフレド・ゴンザレスを倒し、リカルドへの道を示した先導。拳の怪我もあってか、次の試合に指名されず、フラストレーションを溜める結果になる。先導を置いて、リカルドから指名されたのは、WBA 世界フェザー級3位、ウォーリーだった。ウォーリーは一歩に負けてから、21戦もの試合をこなしており、1ヶ月に1戦以上と、通常ではありえない頻度で戦ってきた。その試合をこなせたのも、打たれずに勝つという、まさに神業とも呼べるレベルの強さを発揮し、一歩に敗北を喫してからは一度の負けもない。そのウォーリーが、足りないキャリアを補い返してきた、世界の頂点、リカルドへ挑戦するべく島を出て、ボルグの所属するジムにて最終調整を行っている、リカルドを倒すための準備はできているといったところでしょうか。日本チャンピオンの一歩を、左手一本で制したリカルドか、はたまた、世界ランカーの一歩に対し、一撃ももらわずに試合を運ぶことができたウォーリーか、この試合はどういった結末を迎えてもおかしくはなく、リカルドが王座陥落する日を私たちは見れるのかもしれませんね。試合内容も含め、コメントしてくれたら嬉しい限りだぜ。前回と今回で、リカルド VS ウォーリーの試合に向けた動画を作成しましたが、今一番胸熱になる試合、ナンバーワンになること間違いないですよね。前座では、ボルグの試合も描かれ、リカルドがウォーリーに勝った後は、先導との試合も控えており、マシバの世界挑戦もあるかもしれない、初めの一歩には、まだまだ楽しめる内容が盛りだくさんです。一歩の復帰を待ちながら、大好きなキャラたちが活躍していくのを、私と共に応援していきましょうね。今回の動画が良かったと思った方は、チャンネル登録を、ウォーリーに勝ってほしい方は、高評価をお願いします。ウォーリーに勝ってほしいが、先導 VS リカルドも見たいんだぜ。
今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でもお待ちしております。では、さよならー。ほな、おおきに。